ということでですね、続いては98年に面白いパフォーマンスを見せてくれた人々をご紹介しようと思います。どうぞ。はい、まあ忘れてるの結構ありますね。ありましたね。あとですね、はい、皆さんにご紹介できてない部分、編集してしまった部分からいっぱい出したのもちょっとあったかと思うんですけれども、はい、まあ戦争に行くような格好もありましたし迷彩服ですか、はい、あと赤い悪魔に熊やっぱすごいですね。悪魔仮面もありましたし、まあこのパフォーマンスで極まったのはですね、まあ極めつけはですね、ナジムハミですね。そうですね、パフォーマンス大賞って感じですね。今年だけじゃないですもんね、この人ね。もう去年からやってもらっていますけれども、なんか送らなければいけないというような、プロデューサーが今なんか考えてると思いますので、はい、見ていてくれたらですけれども、はい、あと印象的な岩瀬さんどこに残りました？そうですね、ホルヘパエスもね、ハメドに負けず劣らずバク転頑張ってるなって感じでしたけど、水玉好きですよね、いつかなんかやってくれるんじゃないかなという感じがしますけれどもね、はい、派手ならいいってもんでもないですしね、難しいところですね。難しいですね、でもあれでかなりお客さんを引きつけてくる間違いないですからね、あれも一種のですね、工業的には、OK かなというところじゃないでしょうか、はい、まあパフォーマンスですがこんなところでしょう。そうですね、はい、ということでいよいよベスト3ということになりますか、はい、いきましょうか。続いてベスト3からいきましょう。ベスト3はこちらです。